陳亮から1994年10月9日は、中華民国の軍務官僚、政治家。広報勤務部門で要職を歴任した軍務官僚であり、また三民主義青年団の幹部でもある。字は初女。日本に留学して、東京農業大学、帰国後は、北京の陸軍軍需学校をそれぞれ卒業した。その後、浙江特軍高所参謀所軍需官、陸軍、第2旅団軍需官、寧波水税所副官長を歴任している。1924年に広州へ移り、広報軍官学校で政治部課長、特別党務委員兼経理課課長を務めた。続いて、中央陸軍軍官学校経理所所長、第5軍軍需所所長を歴任している。1934年、陳亮は軍政部軍需所副所長に就任し、1936年1月には、同部で軍需官、会計長を務めた。日中戦争勃発直後の1938年7月11日に、三民主義青年団、光備え次期臨時幹事会総務所所長に任ぜられ、翌年には臨時幹事会幹事に選出されている。1940年9月、軍政部軍需所所長に昇進し、他にも、総動員会議員、広報勤務部経理所長、軍政部特別党部執行委員など、広報勤務部門で要職を兼任した。1943年2月、三民主義青年団、第1期、中央幹事会幹事兼財務委員会主任委員に選出される。1946年4月、陳亮は、政権国民大会代表に選出され、6月には、連合勤務総司令部副総司令兼経理所所長に昇進した。1948年3月、糧食部常務次長に移り、6月には同部政務次長、金田糧所所長となる。1949年5月5日に呉国禎の後任として上海市長に起用されたが、わずか12日で罷免された。同月25日に中華民国総統代理李相人から計古鶯警備総司令部政務委員会委員に任命され、9月には国防部参謀次長に起用されている。しかし、国共内戦敗北とともに台湾へ逃れた。1950年1月、陳亮は交通部部長に起用される。しかし、同年3月に早くも総統府主計所所長に転じた。以後、行政院顧問、中華民国中央銀行幹事、中糧公使、蔡呂浩二等次長を歴任し、1971年に退職している。1994年10月9日、逝去。享年99。ありがとうございます。